アエロフロート航空217便墜落事故とは、1972年10月13日に、ロシアのシェルメーチェボ国際空港近郊で発生した航空事故である。乗客164人と乗員10人の合わせて174人全員が死亡した。アエロフロート217便は、パリのウルリー空港を出発後、ソ連のレニングラードのショセナヤ空港を経由し、 モスクワのシェレメーチェボ国際空港へ向かう、規定機流各便であった。1972年10月13日の217便は、イリューシンイルマイナス62が多機で運航され、乗客164人と乗員10人が搭乗していた。217便は、レニングラードを20時59分に離陸し、シェレメーチェボ空港へ向かった。事故当時の空港の天候は、 曇りで運転高度が100メートル、霞とノームの試し定は約1.5キロメートル、風は穏やかでタービュランスは報告されていなかった。セルメーチェボ空港への侵入中に217便は一旦降下率を緩めて高度1200メートルに達しつつあると完成に報告した。完成から400メートルまで降下するよう指示があり、217便は降下率を上げた。 上周経路に入った後も、降下率を緩めず、高度400メートル以下になっても降下を続け、大気速度時速620キロメートルまで増速した。217便は、高揚力装置を展開したり、降着装置を下ろすことなく、巡航飛行の形態のまま、空港の北側約11キロメートルの地点に、墜落した。この事故で登場者、全員174人が死亡した。 死亡者の国籍は118人のロシア人、38人のチリ人、6人のアルジェリア人、1人の東ドイツ人、1人のオーストラリア人であった。この事故は1973年にカノ航空惨事が起きるまで世界で最も悲惨な航空災害であった。墜落の原因は明確にはなっていない。事故調査報告書において何らかの理由で乗員が 心神喪失状態に陥った可能性が指摘されている。ありがとうございます。